はい、YouTube Next Up クリエイターキャンプ2日目の晩ご飯なんですけれども、なんとですね、今日は全部手作りということでですね、ちょっとすごいんですよ。これですよ、なんかいっぱい全部手作りということです。素晴らしい。あったかいですよね。海苔と塩だれキャベツと、あとレンコン挟み揚げがあるんですけど、何個食べますか？どんだろうって言って聞こえるけど、どりとこの挟み揚げなんですけど、これ断面これです。わかります？これあの肉が入ってるんですよね、かじると。あ、これ2段になってんだ。2段になってて、肉が間に挟まってる、こういう感じでございます。あれ、カズさんもうハサミ焼き食いました？何個？あ、僕2個今いただいて、半端ないです。半端ないです。半端ないんで気をつけてください。いやどうしよう。いや、このすごい、みんなもう半端ないっていう。めっちゃうまいっすよ。めっちゃうまい。レンコンのハサミ焼き食ってみてください。食います。デビュー、デビューしてみてください。どうでした？やばかったっすね。やばかったっすか？やばいっす。レンコンのハサミ焼きはやっぱり最高でございます。カズさんが食べてもやばかったということです。ミミさん、レンコンのハサミ焼き食べました？食べてみてください。すごい美味しいってみんな言ってます。はい、こんにちは、セルコーチです。ですね、夜ご飯でですね、今出てきてるハサミ揚げ、これが異様にうまいってことでですね、このケータリングの全部手作りしてくださってるこのお姉さん、マビデリ野口です。野口さんですね。はじめまして、こんにちは。あ、こんにちは。このハサミ揚げの中には肉が入ってる、はい、そうですね。どうやって作ったんですか？これはですね、あの鶏ひき肉の中に生姜とニンニクと塩コショウを入れて混ぜて、はい、唐揚げ粉でレンコンの間に挟んで揚げてます。なるほど、はい。いや、これめちゃめちゃ人気で、一人で4つ食べてる人もそこにいらっしゃるんですよね。いや、すごいですね。マービーデリー、マービーデリさん、はい。こういうケータリングサービスをやってらっしゃる。はい、ケータリングサービスもやってますが、他にもお花を作ったりもします。あのタレントさんとかの、はい、楽屋花とかもお作りさせていただいてます。あ、なるほど、はい。もし何かそういうことがあったら、それはなんかホームページとかがあるってことですか？はい、ホームページとツイッターもやってますし、あちら看板もあるんですが、あそこにあの QR コードがあるので、あれをキャッと取っていただければ。なるほど、ホームページに飛ぶことです。わかりました、はい。というわけで、ケータリングサービスマービーデリの野口さんでございました、はいはい。